リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。今日は、フクロモモンガちゃんたちのケージの細かいご紹介をしていこうかなと思います。TikTok の方にですね、飼育環境紹介という形で動画を上げていて、このケージいいなって書いてくれてる方、もいて、自作でしようかなって言ってる人もいたので、それのね、コメントを見たので、ご紹介という形で動画を回しております。はい。で、たまに聞かれるんですよね。リントさんのケージってどうやって作ってるのっていうところで。なのでちょっと詳しく見ていけたらなと思います。まず、全体の図から見ていくとこんな感じ。はい。このケージ、実はこのメタルラックと完全にくっついてます。はい。横にね、100均で売ってる、黒い網ね。これね、この黒い網。が、支柱と言ったらいいのかな。ベースの足の部分になっていて、こっちとあっちの裏側にも、ここにね、ここにも入ってます、これ。で、背面のパネルに関しては、この、今、うんちのシートのところにも使ってる、この、100均で売ってるパネルね。これは、ペットシーツをね、挟んで、奥に入れられるようにするために使ってます、こんな感じでね。あそこクリップでくっついてるんですよ、ペットシーツが。で、ペットシーツ挟んだら、そのままスライドして、スッと奥に入れられるような構造にね、なってるんですけど、これの、大きいサイズがあるんですけども、それが、上と、背中と、で、こっちの背中にも、ちょっと、パッちゃんのケージはね、おもちゃいっぱい入れすぎてるから、ギョロとハロのとこで見ていこうか。はい、こんな感じになってます。ギョロとハロは多分今ね、出てこないだろうから。で、この子たちポーチ入るとそんなに大暴れしないか、ちょっと開けてみてみましょう。はい、ちょっと今ね、汚いんですけれども、下にご飯とかも落ちちゃっててね。これがそのパネル。で、横にも今パネルを引いてます。ハロとね、ギョロちゃんが、夫婦で。で、ハロくんがですね、なんて言ったらいいのかな、他のフクロモモンガちゃんを見ると威嚇するタイプになっていて、簡単に言うと、奥さんを守るって感じですね、になってるので、横のね、パッちゃん、女の子なんですけど、女の子に対しても結構ちょっと威嚇する子になっていて、なので、パネルを入れることによって、見えないように、完全には見えなくはなってないんだけど、死人がね、しにくいようにしてます。ここの角からね、死人はできちゃうんですけれども。でもそこの角からだったとしても攻撃はできないんで、安全性は保たれている状態になってます。はい。っていう感じでね、ケージ構造を作ってて、で、横、ここ、普通のこの網じゃなくって、この100均の網が余ってたんで、それを使ってますね。はい。で、基本構造としては、この網があって、で、ここはこの下にこの網。もう一枚足していて、で、この下にも、ベースとして、地面のベースとして、ごめん。で、見えないから怖いんだよね。はいはい。ここにも、そのパネルが入っていて、1、2、3、4、5、6、7、8、空中、11、12かな。12枚使ってるね。この大きさのパネルを。で、ここにペットシーツを入れたいので、空白というか空間を作っております。で、こっちはちょっと大きい網を使用しているので、ここのペットシーツ取り替えるときは、このドアを全面開けないと、見せられないじゃないや。交換できない状態にはなっちゃってます。はい。封印されちゃうんだよね。ちょっと大きめの網を使ってるから。で、上はちょっと小さめの網にしてて、ちょっと小さい網にしちゃった結果、少しだけね、ここに空間が生まれるのね。で、うららちゃんは、ここまで、この、結束バンドじゃなくて、ここのハルくんとかと同じ、こういうね、ナス管みたいな。これで、全然問題はないんだけど、この子は脱走壁がないのでね。なので、ここと、ここ本当は止めてあげるだけで全然問題ないんだけど、ハルくんがね、この状態だと、この状態だと OK なんだけど、これで、ただここをパチンって
止めるだけだと、これ上下でね、前止めてたの、こうやってここね、こういう感じでここと、ここ上下で止めてたんだけど、上下だけだとね、実は空白が生まれちゃって、その空白の場所からね、あの空白空間が生まれちゃって、その空間からね脱走しちゃいました。なので脱走できないように1,2,3,4,5 で押さえると、こう私が指でグッとやると入れるんだけど、袋モモンガの力では開かないです。はい、これにしてから実は脱走一回もないです。でこっちはあの網のねちっちゃい方、なんか先に大きい網と小さい網の2種売ってると思うんだけど、あの大きい網でこっちはケージレイアウト縦型のねこういう状態にしてて、で上は四角い状態にしてて、まあ、こっちの2人は遊びがすごい好きな子たちじゃなくて、あのゆったりと暮らすのが好きな子たちなので、まあ、そういう子を選んでここに入れてるんだけど、あのちょっとちっちゃめのあの真四角、長方形ではなくて正方形に近いケージレイアウトになってます。でこっちは、網の関係上ここに空間を作ることができたので、空間作って、で網で邪魔にならないんで交換ねしやすい状態になってます。ただこの下の2人に関しては、あの網が大きい状態になってるから空白作ったんだけれども、開けないと取り出せないっていう構造になってしまってます。あら起きてそこにいるの。はい、で下にはあの普通に網1枚引いて、うんちとかが下に落ちるようになってます。それはこっちもこっちの子も一緒。基本構造はね1,2,3,4面をあの網で作るって感じで、私はあの北海道に住んでるので、あの冬場保温できるように後ろの方のパネルはあの穴のないタイプのものにしてます。でプラス私保温できるように横にビニールをねこんな感じでくっつけてます。これこのまま裏にこの字でねくっついてます。ちょっと見たらわかるか、こんな感じで網はここまで、網じゃないや、ビニールはここまであります。なので前面だけね、開いてるっていう言い方あれなんだけど、横はねビニールがしてあって、奥はパネルがくっついてる状態になってるので、冬場ねこの前面だけ何か例えば毛布、そこにある毛布とかねかぶせてあげるだけで、あの保温ができるような構造にしてます。で一応冬場用にね奥に保温球が1個とこっちに保温球1個で、この保温球ねこのあのハロ君の攻撃対策用にねつけたこのパネルがあるんで、こっち側に保温がねあのなかなか温度が行きにくいので、これが遮断しちゃうからね。なのであそこにパネルヒーターを1枚縦で置いてます。で縦で置いた上網で封印してるっていう状態になってますね。なのであの直接あの噛みついたりはできないような構造になってます。はい、あとはケージの中のレイアウトに関してはその子に合わせてるので、この子たちはあのコロコロが好きなんだけど、それ以外のおもちゃはあんまり遊ばなかったので結構シンプルな構造。あのギョロメちゃんってマイクワゾウスキーの名前から取ってるから、ギョロメのそのマイクワゾウスキーのね餌入れ使って水入れ入れて、ちょっとなんかあのモンスターズインクの世界に合いそうっていうのでね、この買い物カゴを置いて、その買い物カゴの上に、ミルク入れが入れてあるって感じですね。はい、であのこれ動かないようにあの止めてあるっていう状態です。あのガチャってねはめてます。そしてこっちはね、脱走癖がちょっと多かったので、でプラス木を噛む癖がある子だったんですね、はるくんは。なので木のおもちゃをちょっと多めに入れて、下にもねこれも結構噛んでます。うんちもちょっとついてるけどって感じにして、で私の中でミッキーっぽいイメージだったので、あれもうなんか横になっちゃってるね、あれミッキーの絵がついてるねカゴと、あとまあ普通にこの子が気に入ってるポーチと青系のものと、あとなんかお宝箱みたいなのを入れてあげてます。色合いとしてはこの子青っていうイメージで、こっちはねミニーちゃんのイメージだっ
てあったので、あそこがミニーちゃんの顔ね、あれは見えてるね。で赤っぽい雰囲気、赤ピンクかな。でポーチは三角形のポーチ、この三角形のポーチはですね、私が仲良くしていただいてる方が、うららがねちょっと下半身不随に一時期にあって、エンセファリトソーンっていうので、でエンセファリトソーン の除去とかねリハビリをして下半身良くなって、今は歩けるようにはなってるんですけれども、その時の影響があるので、影響がっていうか、その時にね、この三角形の床置きポーチを使ってたので、これすごい気に入ってるんですよね。なので、この床置きポーチにしています。で、この子は、まあ、ピンク系のもので、そんなにおもちゃで遊ぶというよりは、何かに入るっていうことが好きっぽい子なので、あそこ、コカ・コーラの入れ物あるんですけど、あの中になんか綿、あそこ、うららちゃんのね、うららじゃない、パッチのあそこにもあるんだけど、ポンポンを入れて、あります。で中に入ってね遊んでたりします。潜るのが好きみたいです。でこの子もね、私がこれゲーセンで撮ったやつなんだけど、ゲーセンで撮った宝箱のポーチ入れて、よく宝箱のポーチの中で寝てます。はるくんもよく入ってます。はるくんでもあれよく噛むんだよね。外側も噛むし中も噛んで、やっぱ噛み癖のある。この子はね噛むよりも潜り癖のある子なので、ちょっと潜れるものを入れてます。もうなんかこれで十分満足してるっぽいので、こんな感じの構造。あとはね、なんかぶら下がるのも好きみたいなんで、このブランコにぶら下がって遊んでもらったりっていう感じにしてます。はい。で次がこっちだね。この子はね噛み癖もひどいし、遊び癖もひどいし、ケージ破壊もねしたい、好奇心旺盛な子なので、おもちゃかなり多めにしてます。おとなしいっちゃおとなしいんだけど、一回遊びのスイッチが入っちゃうと、もう遊びたくてたまんないっていう子なんだよね。だからケージの中も、ケージ破壊を、なんかね、角をね、噛むんだよ、ケージの。これちょっと前の動画でもご紹介したんだけど、ここのね、角噛んだりとか、あっちの奥の角噛んだりとかっていう形で、なんか、ケージの角をね、噛みする子だったので、おもちゃをいろいろ増やして、いろいろ遊んでもらえるような楽しい風な感じ。で、この子は、パッチっていう名前なんだけど、名前の付け方が、ナイトオンビフォークリスマスのサリーちゃんを、違う言い方をして、継ぎはぎの人形なんだよね。ここにいるんだけど、この子ね。この継ぎはぎの人形なので、継ぎはぎってパッチワークって言ったりするじゃないですか。でそのパッチワークからパッチっていうのと、まあ、お目目がパッチリっていうのもあって、パッチっていう名前になってるんですけれども、なので、年中ハロウィンです。モチーフがね、名前のモチーフがハロウィンなので、ハロウィンっぽい感じにしてます。でね、ちょっと最近ね、思春期じゃないけど、自己表現が激しくなって、全然ね、自己自己言うけど、噛んだりはしないんです、この子。だから、自己自己言いたいだけっていう子なんですけど、まあ、それでね、ものを、噛み噛みするのが好きなんで、これ噛めるものをね、入れてます。ね、すぐ収まるぞ。ジコジコ言うだけなの。別に噛んだりはしない。私は思春期って呼んでます。触るとね全然余裕なんですよ。で全然手の上でね遊ばせることもできるし、手の上に乗せることもできるし、手で抱っこもできるんだけど、たまにこういう思春期の瞬間があります。ジーゴー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 って。でもね今見てほら、心地よさそうに触られてるでしょ。私はこれを思春期と呼んでます。まあ、人間にもありますからね。まあこの子ベビーちゃんで来てずっとベタ慣れちゃんだったんですけど、ベビーから多分ヤングになる過程の状況で、まあ、生成塾も始まるわけですよ。で、そのタイミングで、なんだろうな、自我も目覚めると思うんですよ。で、するとね、その自我が目覚めてきて、で、自己自己言い出したりするって感じだと私は思ってます。ただ、研究でね、いろんな報告がされてるわけではないので、私の中ではこれ思春期と呼ばせてもらってます。まあ、でも全然触れるんだけどね。ほら。ちょっと噛むけどね。でも甘噛みなの。ふん。気持ちよさそうだね。はい。
っていうところ。でこの子は、まあ、そういう風にね自己表現も激しいし遊びたい盛りの子なんで、まあ、遊べるおもちゃをこれでもかって危なくないものを入れてます。これも木のプレートね入れてなんかカミカミして遊んでます。夜中にカミカミして遊んでます。そんなジコジコ言わないの。しかもね顔怒ってないんだよね、うん、でまあカミカミできるおもちゃをちょこちょこ入れてこんな感じでね。何今動画中だから静かにしてて。であそこにもね潜れるおもちゃ入れたり、ここに寝床の装置入れたり、うん、はいはい OKOK、 ちょっと静かにしてて。でまあここにねポーチがあったり、こっちにもポーチがあったり、ここにもねハンモックがあって、であとぬいぐるみがいろいろあって噛めるような感じでね遊べるようになってます。はい、まあ、多分この辺でねもあの指動かしてたりしたから気になっちゃって仕方なかったんだろうね。はいはいごめんね、はいはいごめんね、動画撮ってるのは ねあんたには関係ないもんね、ごめんね動画撮っててね。いろいろ説明して開けたりしてて眠いんだよね君ね、ごめんね、はいありがとうね、はいっていう感じのケージになります。この子ちょっと怒り気味というかジゴジゴジゴって感じなんで一回閉めちゃいましょう。よいしょ、はい。で、おもちゃ類は、まあ、自分で適当にいろいろ買って、なんか追加したりとか、ポーチも自分で買って追加したりとかしてるんで、あれなんですけれども、ケージ、あの、外側だけね、あの、おもちゃ類全部抜いてね、あの中に入ってるケージのレイアウトに使ってるものとか全部抜くと、2000円ぐらいで、このケージのレイアウト自体はできます。はい。ちょっとケージ作りたい人もいると思うんで、このままちょっと、停止というか手を止めて、見てもらえればなと思うんですけれども。はい。こんな感じですね。ほんと、網、まあなんか、上にも下にもいっぱい網買ってみたいな感じですね。で、なんだろうな。クーラーというか、エアコンか、とかで全然調整ができるようなご家庭だったら、あの奥のパネルは普通の網でいいと思います。うちはちょっとね、あの冬場ストーブとかも炊くし、あとそもそもうちはエアコンを導入してないお家になるので、あのエアコンがない状況で行くとなかなかね、あれなので、そのうちはこんな感じになってます。何かのね誰かの参考になればと思いますね。あ、ちなみに餌入れになってるここの横の部分ね、餌入れ用に使ってるこれも100均です。で餌入れになってるあのコンテナボックスみたいなのとか、この器とかも全部うちは100均です。でちなみにあのこのぶら下がってるこのなんかオブジェクトとか、あそこのハンモック、あとこのポンポン、あとあそこの上の木、あとこの紐とかもほぼほぼ100均で揃えてます私。で100均で揃えたもので自分で工夫していろいろつけて、うん、それこそこのチェーンとかもね、あの100均です。ここは、あれもこれも100均じゃないね。うん。あれもこれも100均じゃないね。これも100均じゃないね。この、何?カゴとミルク入れは100均だね。でも、ディズニーストアで買ったやつ、これヤドカリの水入れ、これ普通に、あの、チックスさんだったこの、チックスさんの、あの、カラカラ。だから100均じゃないね。温度計も100均。そう。この温度計も100均。ポーチは100均じゃない。あと、あそこに入ってる宝箱も100均じゃない。あれは、ゲーセンでとかだ。でも、この木のやつとか、あそこにあるはしごとかも全部100均だね。ここはね、ここのあのハンモックのポーチと、ここのポーチとは100均じゃない。あと、あそこの今、あっちゃんが入ってる、あれも私が自作で作った、ポーチだね。あれはマスクをね、2個くっつけた、あの、すごい、謎な仕様の、あの、ポーチなんだけど、ディズニーストアに売ってる、ナイトマビフォアクリスマスのサリーちゃんの、ね、マスクを2枚くっつけて、
あそこだからマスクのあれの耳にかける部分なので、でそれをね子供用のやつだったかな2枚買ってきて縫い合わせて使ってます。他のおもちゃ類は100均だね。この辺のぬいぐるみのこのなんかクッションみたいなぶら下がってる雲のやつとかもね100均。あそこのまあドラキーは100均、あれゲーセンだね。あそこにあるジャックのぬいぐるみもゲーセンだね。でもあの後ろのポンポンとかそこのおもちゃとかは100均だね。なんで100均と、ディズニーストアのコラボレーションが多めかな。あとはもらったポーチとかのコラボレーションって感じですね。なんでいろんなものをこう足して足して増えているって感じではあります。まあ側のケージだけで言うと本当2000円からまあ3000円ぐらいで済むんじゃないかな。はい、2、3000円でできるかと思います。うちのケージはね基本自作とかあとは100均で見つけたものの改造とかが多いです。まあこれはもうそのまま100均のプラケースですけど、あれはなんかコレクションボックスを自分でね上に大量にハンダゴテで穴開けてっていう構造のプラケースというかあのケースですし、こっちだってこれあれですよ、ニトリの衣装ケースに上に網張ってで中に入ってるものは100均とかあとは近所で見つけたものとか買ったものとか石とかねっていう感じで構造して、もう一番多分ケージのレイアウトで高いのは山椒です。あのワインセラーで金かかってるから、ワインセラーがこれ一番高いと思うって言ってもワインセラーは私これもらいもんなんだけどね。はい、あの高級なのはこいつらが一番高級だね。ワインセラー普通にこれ買おうとすると9000円とか1万円ぐらいするやつだからね。たまたま知り合いがくれたんで持ってるよっていうのでねくださいって言って、完全にもう中を専用ケージにしちゃってるけどっていう感じですね。はい、ちょっと話は逸れてしまいましたが、 TikTok とかでね聞かれていた袋モモンガのケージってどんな感じかっていうところはこんな感じになります。で TikTok の方に一応動画ね上げていましたので、そちらの方から来ていただいた方がいればいいなという感じです。よかったらねチャンネル登録とかしてください。はい、では、今日はここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価、そして各種 SNS、インスタグラム TikTok Twitter やっておりますので、よかったらそちらのフォローもお願いします。そして過去にもたくさん動画上がっておりますので、よかったらそちらの動画も見てみてください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。